絶対に飼育員になるんだぞっていう諦めない気持ちだと思います。じゃあ高木さんが、ここの動物園に勤めた経緯を教えてください。小さい時から動物が好きで、飼育員となってなんか一番動物と距離が近い立場になりたいなっていう考えになったので、高校卒業して専門学校に入学しました。で、専門学校最初の研修でこちらに来させていただいて、動物との距離がとても近くてすごいいいところだなと思ったので、夏休みの間にアルバイトの募集があったのでそちらに行って楽しくて、で実習にも次の月ぐらいに来させていただいて、すごい楽しくてで、またアルバイトの募集があったので何度かお邪魔して、でやっぱり動物の近さが魅力的だなと思ったのでこちらに就職したいと強く考えたので、最後にまた実習できて就職実習ということでこちらに就職させていただきました。まだ専門学校卒業してないんですけど早期入社という形で入ってます。私は小さい時から動物が好きで、将来の夢は動物園の飼育員になることが夢で、高校卒業した後に動物の専門学校行きました。で、たくさん動物について勉強をして、ここではない動物園に最初勤めまして、そちらの動物園は辞めて全く違う関係ない仕事をついてたんですけど、やっぱり動物が好きだなという気持ちがなかなか抜けなかったので、シャボテン公園さんの方とご縁がありまして、ここでは、アルバイトパートから始めて契約に上がり社員に上がりと現在勤めております。大学を卒業して、まあ、大学って言っても普通の大学ではなくて動物のこととかを学ぶ大学っていうのもあるので、そこから、飼育員になる方もいます。あとは本当に今はとても少ないんですけど、高校を卒業した後すぐ、飼育員になる場合があったりだとか、あとはシャボテン公園とかで全く関係ない仕事をしていて動物の飼育員の方をやってみないかっていう声がかかる場合もあったりします。中野さんが考える飼育員になるために必要なことは何でしょうか。絶対に飼育員になるんだぞっていう諦めない気持ちだと思います。鳥居さんが考える飼育員になるために必要なことは何でしょうか。まずは動物が好きだという気持ちが一番大事だと。になるために必要なことは何ですか。一番は積極性だと思います。専門学校に入学していて実習に何度か行かせていただいたことがあったので、その中ではやっぱり自分の中で目標を立てて全て行動していくことが重要だと私は思います。馬も納得だ。まっちゃんが考える飼育員になるために必要なことは何ですか。本当に観察力が大切だと思います。私自身ちょっと視野が狭いので、ここに来てもう何回もいろいろやらかしておりますけれども、その中で広い視野を持って動物たちとか、まあ、その他もろもろ観察していくことが大切かなと思います。タクトさんが考える飼育員になるために必要なことは何ですか。熱意と運ですかね。もともと就職口が少ない仕事だと思ってます。自分が入りたいとこ何かしらなおさら
少ないかなと思います。どこの園館さんで、就職口があるかなっていうのをこう常に自分でこう探していかなくちゃいけないところがあったりします。そのね熱意が必要かなと思うし、単純にねなかなかこう人員がこう必要とする状況がなかったりするので、やっぱそこがやっぱ人員が必要であるというのはやっぱり運だと思いますので、そういった状況を、まあ、自分で、ね、勝ち取るためには、まあ、運も必要かなと思います。加藤さんが考える飼育員になるために必要なことは何ですか？怠惰を求めて貧乏に行き着くっていう言葉があるんですけど、どうやったら楽できるかなっていうふうに考えます。なるほど、はい、多分ね一番ね一番ピンとこないと思う。萩口さんにとって飼育員になるために必要なことは何ですか？やっぱり運転免許は最低限必要かなと思ってます。と実際になんか動物の飼育の技術とか知ってるよとかっていう資格に関しては実際に勤めてからでも取れるので、そんなに心配しなくてもいいかなって個人的には思ってます。考えて自分で自発的に動く仕事が多いので、臨機応変に動ける対応能力があったりあるないかとか、自分はよく人を観察してたんですけど、小さい時にそういった観察していた能力が実際に動物の世話に生きてると思ってます。言葉の通じない動物にどれだけ気が使えるかとか、そういったことも自分は大切かなと思います。結構運も実力かなと思ってます。タイミングよく就職できた子もいれば、やっぱり何年も待って夢を諦めない強い気持ちがある子は運をつかみます。なのでそういった精神面的にも強くなる必要もあるかなと思います。どうも今日のありかえはこんちゃんといっくんでした。バイバイ。絶対に飼育員になるんだぞっていう諦めない気持ちだと思います。まずは動物が好きだという気持ちが一番大事だと。一番積極性だと思います。もう本当に観察力が大切だと思います。熱意と運ですかね。怠惰を求めて貧乏に行き着くっていう言葉があるんです。やっぱり運転免許は最低限必要かなと思ってます。臨機応変に動ける対応能力があったりあるないかとか、精神面的にも強くなる必要もあるかなと思います。